大谷翔平、第27号逆転ツーランホームラン。さあこの回だぞ。逆転しとけ。球速いな。ラックス出てくれればってとこか。あらま。お、出た。打てるかな。よすよす。大谷頼むぞ。はい、敬遠。大谷頑張れー。9回裏はいらんぞ、この回で決めろ。よし、大谷のツーランで逆転じゃい。2ラン来いや。さあ大谷だ。打ち合わせか申告かと。変えんのか。フォアボールになっていいから甘い球投げるなよ。歩かせる気だな。これは打つ。いったー。逆転ツーランきたー。完璧。うろー。文句なしやわら。完璧かよ。インハイ狙ってたら打つよそうや。化け物だわら。さしたに。かっこよすぎるやろわら。噛みすぎるわら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 。いやスーパースターかよ。普通の化け物です。大谷なら抱かれてもいい。飛んだなぁ。芝居た。6月谷継続中。神なんだよなぁ。サイクルいけるー。完璧すぎる。一番必要な場面で打つ男。逆転ツーラン気持ちええわら。ロハスかわいい。ダブル AR 爆上げはロタ。ロハスも喜んでる。ロハス先生とイチャイチャしてるの好き。めっちゃ打ちそうな顔してたな。このツーランは試合にもでかい。ここで打ったら最高だなってところで本当に打つな。すっごいホームランだった。この前延長で大谷を申告敬遠するからあのビッグイニングになったんだよって思ったが、勝負しても一緒だった。久しぶりに大谷らしい当たりだったな。何のために監督言ったんや。意味のあるホームランだよ。一歩も動かんわら。確かにこんなの野球ゲームだわわら。こんなん超気持ちいいだろな。あんな球なかなかホームランできんで、やっぱすげえわ。何気に100マイル超えてるのに。ゲーム終盤の逆転ホームラン、こういう大谷が見たかった。